湯の津温泉三部山と浮根の野の池太田市は、島根県の中部にある市、日本海に面し、岩見地方の東部に位置している。隣接する出雲市と共に、県中部の中心地域となっている。地理的、歴史的に、出雲と岩見の中継点としての性質を持っている。そのため、岩見地方の中では、出雲地域とのつながりが強い。大田市中心部周辺の空中写真。 1976年10月7日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大田市の大半は旧和農軍と旧二間軍である。ただし、大田市、組織庁、大台町屋大庁荒谷大河はかつての大地軍、大田市山口町、山口、薩目は昔の出雲国にあたる。 市東部に位置する三辺山は古くは、佐姫山と呼ばれ、出雲国風土器の国引き神話において、河心岳と共に、島根半島を引き寄せて繋ぎ止めた杭であるという。地域西部の大森は、戦国時代から江戸時代にかけて、日本最大の銀山とされた岩見銀山の地である。1526年、大内市の支援によって、博多の神や樹邸が開発に成功した。その後、 大内市やその後継である毛利市と出雲の天子市の間で銀山争奪戦が繰り返された。江戸時代には幕府直轄領となり岩見銀山領が置かれた。江戸期にほぼ掘り尽くし、1920年代には完全に閉山した。2007年に岩見銀山遺跡とその文化的景観として世界遺産に登録された。主要産業として農業、畜産業、 水産業、河原製造業、観光業などがある。路線バス、大田市生活バス湯の津泉たぬきがモチーフされている。高速バス自動車専用道路国道県道島根、県道30号三辺山公園線大森銀山。ありがとうございます。